ジェラセ・リーグ広島一の二阪神23日、マツダスタジアム阪神、中野拓夢内野手が再三の攻守で勝利の立て役者になった2位1の8回二市1・2塁で2塁後方に上がった坂倉の小飛球をスーパーキャッチすると9回1・1・3塁の大ピンチで代打、松山を二ゴロ併殺打に切る大仕事を果たした打っても二安打一盗塁 守ればこういう接戦をものにできる試合がどんどん増えてくると思うので、まずは守りからというのを頭に入れてやっていきたいと思います。守る時も守りに入らず、攻める守備をしていきたいです、と話した。